終戦記念日の15日、松山市道後町2丁目の姫銀ホールで県戦没者追悼式が営まれました。追悼式には遺族らおよそ2000人が参列し、戦没者の冥福と恒久平和を願って黙祷を捧げました。中村時博知事は式辞で平和への決意を述べました。8月15日が我が国の平和の原点であることを改めて心に刻み、恒久平和への思いを新たにし、ふるさと愛媛の限りない発展のため、県民の皆様と心を一つにして着実に歩みを進めてまいりますことをここに固くお誓いいたします。また遺族を代表し、西予市三亀町の山崎民江さんは戦死した父の秋和さんを追悼しながら後世への使命を語りました。戦争が終わってから69年という時の流れによって、戦争の悲惨さを体験した人たちが少なくなってしまいました。しかし悲しく忌まわしい戦争の歴史を二度と繰り返すことのないように、英霊の皆様の犠牲のもとに築かれた平和の尊さ、大切さを後世にまで伝えていくことが私たち遺族に課せられた使命だと思います。遺族らは献花台に菊の花を一輪ずつ手向け、静かに祈りを捧げました。二度と戦争いうことはあってはならないと思いますし、そういう悲惨ないうことをもう配偶者の方いうのは、私の宮久保町には一人もおりません。私ら実子が子孫に戦争の悲惨さいうのを伝えて、平和がいかに大事なことかいうことを伝えていきたいと思っております。